でかいですね。開けていきましょう。でね、おお。はい、もうこちらです。皆さん、今回の商品を紹介する前にあるものを見てください。今僕の部屋にはこのなぜか2つのカレンダーが飾っております。そう、相田光雄さんのカレンダーと野島電機のなんか世界遺産詰め合わせみたいなカレンダーなんですけれども、非常に小学6年生の部屋に飾ってあるとちょっとなんか古臭いようななんていうか、もう別に嫌じゃないんですよ。特にこっちとかさ、一番最後の12月とかめっちゃ綺麗なんですよ。だけどさ、なんていうかおじいちゃんおばあちゃん家にありそうなさカレンダーじゃないですか。もっとなんていうか可愛らしいカレンダーが欲しいなと思って、今回はこちらを買ってきました。スーパーマリオのお菓子詰め合わせ袋とか、なぜカレンダーが欲しいのでお菓子詰め合わせなのかっていうと、こちらに2018年カレンダーのカレンダーが付いております。もうマリオ好きとしてはそれはこうもうとても可愛いと思います。後ろ側なんですよね、まあ、表と裏って言ったら、まあ、裏の方が断然可愛いデザインじゃないかな。で、開けていきましょう。あ、ちょっと引っかかっちゃった、開けます。お菓子詰め合わせ袋なんて何年ぶりだ。ちょっと前にあれを買ったんですよ。1年間に見たらなんかこのぐらいでかいやつ想像するよね。クソちっちゃいじゃないですか。でね、おーマリオらしい、ペロティだって。ミニゲームパッケージ、はい、こちらのマリオでーす。続きまして、こちら多いプリッツ、絶対にちっちゃいな。こちらおージャイアントカプリコ、もうこれさすがに商品名にジャイアントが付いて出てきますね。メアポッキー、ナプリツマしたらポッキーも入ってる。全部グリコですね。これでお菓子はまだビスコ、まあ、グリコといえばビスコっていうと思いますね。ビスコ、イチゴ、これおしまいです。で、カレンダーが入って800円くらいだったんですけど、800円ってさすがに高いだろ、このね、ポッキーね。で、文句を言う人もいると思うんですけど、大丈夫です。こちら半額で買ったので、確かにね、お正月からすごい経ってるのに、なんで今さらこんな福袋みたいなの買ってんなと思ったんだけど、まあ理由があって、それにはそう半額で買ったんで大丈夫でございます。まあ、400円でこのクオリティだったら全然大丈夫かなと思います。まあとりあえずこのコロンの大きさがちょっと小さすぎたっていうところに文句をつけたいっていうところらへんですね。それじゃあ見ていきましょう。こちらがでかいですね。穴がない、あるよし、開けていきましょう。でね、おお、なんだこれ。とりあえず雪のスポーツですね。スノーボードを2人でやってまして、アイスホッケーを2人でやって、でこれがスキーですね、スキージャンプ。下もかわいい、あ、1、2、3、3ヶ月全部それで全部色付けちゃう。おー、ページ削減にしか見えない。だから1ヶ月1ヶ月めくるから面白いっていうところもあるんじゃないかな。いいか。でもすごい下の絵柄とかも可愛いですね。横スクロールとか簡単です。おー、んこれはマリオとルイージが手を繋いでるのかわからないですね。手を繋いでない気がするけど、うーん、ちょっとわからないですね。これは手を繋いでるって繋いでないですね。うん、フラワーを見つけた。で、それに取り掛かろうとしてます。で、下はこんな感じ。かわいい。最後じゃない、まだ。お、これはすごいギャラクシー感が出てますね、ルイージの。この価値が。全体的になんていうか、すごい、なんていうか、ある、マリオのよくある画像を、とりあえず、なんていうか、くっつけてよ。これだってギャラクシーですもんね。いろいろと、なんかそこら辺から、過去の画像を拾ってきた感がちょっと、お、あ、でもこれいいね。あ、これいい、これめっちゃいい。この3つはなんていうか一昔、なんていうか画質は全然いいんですけど、一昔前もそんな感じするんですけど、こ
これめっちゃいい、これ新しい、このヨッシーはあるもうすごい見たことあると思うんですけど、ここら辺この 1,2,3,4 人は全然いいです。これめっちゃいい、これ一番いいね。で、一番すごい、おー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 おお、スペシャルメイドだって、こういうとこなんか遊び心でいいですね。で、これゴールまでたどり着くか、目を目をとかとか遊びです。多分ルートが欲しいなってたり、2階になってたりとか、そういう感じだと思います。そう、これもスーパーキューブと見たかな、面白いですね。まあ、こちらがスーパーマリオのカレンダーでした。まあ、だけど確かにいいけど、やっぱなんていうか、相田みつおさんのやつも全然いい詩だと思うんですけど、もうね、あれとか知ってますよ、なんか一瞬すぐに入れる詩だと、ね、はい。まあ、どっちが僕みたいな小学生に似合ってるかなって考えたら、こっちですね。こっちの方が可愛らしい子供っぽいみたいな感じがしますので、こちらのカレンダーを飾らせていただきます。というわけでね、今回はこちらのスーパーマリオのお菓子詰め合わせプランですけど、いろいろとちょっと突っ込むところ満載でしたなって思いますね。いや、なんかやっぱ普通に買ったら気づかないような点に今回は気づけたような回でした。特にこのクッパとかもね、気がするかな。もうちょっとオデッセイとかそちらに寄ってもらえると嬉しかったです。まあ、だけど可愛いカレンダーでした。という次元動画でお会いしましょう。バイバイ。